仕事仕事。私たちがいないとこの家のリモコンは動かないし、テレビもつかないのよね。ちょっといつまで寝てるの？早く一緒にリモコン入るわよ。ちょっとあんた、さっさと起きな。死んでる。ちょっと起きて、私たち直列つなぎなんだから片方が欠けたらダメなのよ。どうすればいいの？目で、目で聞こえる？誰か返事して、急いで炭酸電池を用意して、早く。へっ、お嬢ちゃん、お困りのようだな。その声は、俺様が来たからには安心だ。いや、太一電池だ。おい、デブかよ。あんだよ、デブは呼んでねえよ。いや、あの、デブって言わないで。あんたが入れるリモコンなんてこの世にねえよ。どっか行け。喧嘩はやめるです。私が力になるです。あ、助かった。ほら、急いでこっち来い。うん、偉そうに言うのはやめるです。いいですか、私たち電池はみんなとのつながりを大事にしなきゃいけないです。あれ、よく見たらあんたちっちゃいし痩せてるな。あんた炭酸だよな。炭酸ですけど。炭酸かい、紛らわしいんだよ。あんたに言うことじゃないけど、私たちを別々の体に作る必要あったのかよ。ごめんなさいです。あー、もうダメだ。私たちは片方が使えなくなったらもう片方も捨てられるんだ。おおおおおお、無様ね。私の出番かしら。その声は、立てば芍薬、座ればボタン、ご機嫌うるわしゅうボタン電池でございます。出てくるな。あんただけスタンス違いすぎんだよ。おい、俺様を伝え。じゃ、私の方が役に立ちます。どけなさい、ね、私の邪魔をしないでちょうだい。ちょ、ちょ、ちょ、一緒に喋らないで。ほら、いい加減に。ほら、ショートしちゃったじゃない。